ご視聴ありがとうございます。今回は、PC エンジンの、名作シューティングゲームである、R タイプの、開発秘話をご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。R タイプは、1987年に、アーケードゲームとして、アイレムからリリースされ、大ヒットした、シューティングゲームなんだ。そして、同年の秋には、高性能な家庭用ゲーム機である、PC エンジンが発売され、でも、このマシンは、発売当初は、なかなか目玉になるゲームタイトルが、リリースされず、出荷台数が伸び悩むことになってしまうんだ。発売当時の、PC エンジンは、圧倒的な人気のファミコンより、高性能なハードでしたけど、魅力的なゲームタイトルが、少なかったですからね。そうなんだ。しかし、その翌年の88年に、アーケードゲーム市場を賑わせていた、あの R タイプが、PC エンジンから発売されることになるんだ。このゲームタイトルの登場は、その完成度の高さから、PC エンジンのキラーソフトとなり、一気に、ゲームユーザーから注目されるようになるんだ。当時、PC エンジンの、R タイプを初めて見たときは、そのグラフィックの美しさに、魅了されましたからね。そして、このゲームタイトルの移植を、担当したのは、このマシンのゲーム開発の、中心メーカーだった、ハドソンなんだ。おお、さすがはハドソン。そして、当時のゲームユーザーが、このタイトルに驚いたのは、なんといっても、その恐るべき移植度の高さだったんだ。あの、憧れの R タイプが、家庭用ゲーム機でプレイできるなんて、夢のような出来事でしたからね。そう、このゲームの制作で、ハドソンの開発チームは、ゲームセンターの R タイプを徹底的に再現しようとしていたんだ。アーケード版のデータを、リバースエンジニアリングという、荒技を駆使しながら、バグの再現や、ボツになったボスまで、新規追加するなど、この名作ゲームの移植作品としては、当時では、最も完成度の高い商品を、リリースすることに、成功するんだ。今回の動画では、そんな、R タイプの魅力と、PC エンジン版の、ハドソンの開発秘話をご紹介させていただきます。ちなみに、この背景動画には、91年に、PC エンジンから発売された、R タイプコンプリート CD の、デモ画面を流させていただいております。そして、R タイプの、ステージ攻略の参考になる、芸術的な、テクニックが披露されていますので、お楽しみに。ここで、R タイプの世界観を知っていただくために、この作品のストーリーを少しご案内させていただきます。脅威の生命体、ガイドから、地球を救え。22世紀の人類は、地球だけでなく、太陽系全体へ進出し、そして、初めて、新しい生命体との接触に、成功したのである。しかし、人類と、未知の生命体との記念すべきファーストコンタクトは、先日をもって迎えられたのだ。人類の、宇宙探査艇が、未知のメッセージに呼び寄せられ、次元の壁の向こうで見たものは、不気味な、エネルギーの集合体であった。そう、この未知の異生物は、人類にとって歓迎すべき、生命体ではなく、ただ本能のままに、人類に襲いかかってきたのである。この生命は、すべての生けるものを取り込み、同化させ、そして、果てしなく、無限増殖を繰り返すという、まさに、人類の滅亡の危機をはらんだ、生命体だったのだ。後に、人類は、この得体の知れない異生物を、悪しき者ども、バイト、と呼ぶようになったのである。そして、この対話も不可能な、この未知の異生物に、人類は、こう宣言したのである。一刻も早く、我々の手によって、あの生命体を打ち砕かねばならない。そして、このバイドに対抗するために、人類は、最新のテクノロジーによって、開発された戦闘機、R9 で立ち向かうことになるのだ。そう、このマシンは、戦艦の飛行並みに強化された、波動砲と、攻防一体の武装ユニットである、フォースを搭載した、人類にとって、最後の砦となる兵器なのだ。そして、2235年、この人類の、最新テクノロジーが詰め込まれた、R9 がロールアウトされ、今ここに、人類の存亡をかけて、ゾロとさっきがみなぎる、バイドと人類の、壮絶な戦いが始まろうとしている。というものなんだ。R タイプの世界は、破壊と同化、そして、増殖を繰り返す、謎の生命体である、バイドに、22世紀の人類が、戦いを挑むというストーリーなんですね。そうだね、この頃、SF 映画として、大ヒットしていた、エイリアン2の世界観を、イメージしていただけると、想像しやすいかもしれないね。実は、このバイドという、敵の生命体については、この作品のシリーズで、少しずつ正体が分かってくるようになるんだ。この、バイドとは、何者なの？この、異生物は、未来の人類が生み出したものなんだ。ええ。4世紀先の未来である、26世紀の文明が、開発した、生態系和解兵器の、慣れの果ての姿なんだ。なぜ、未来の生態兵器が、過去の人類に襲いかかってきたの？それは、26世紀の世界で、この兵器が、制御不能になったことから、未来の人類が、この生命を異次元の彼方へ追放したんだ。しかし、
このエネルギー生命体は、異次元の中で進化を、遂げながら、生き続けることになり、そして、気の遠くなるような、漂流の果てに、時空を乗り越えて、遭遇したのが、過去の人類だったんだ。ということは、このバイドは、異次元空間を、彷徨っているうちに、400年前の人類に、出会ってしまったということなんですね。そうだね。そのため、人類は、未来の文明が作った、遺伝子兵器とは、梅雨とも知らず、この正体不明の生命体を、バイドと名付け、戦いを挑むことになるんだ。そして、人類の存亡をかけた、このエイリアンとの死闘が始まることになるんだ。そして、ここかな、初代、R タイプのゲームが始まるんですね。これで、この作品の世界観が少しわかったところで、ここからは、PC エンジン版の、R タイプを生み出した頃の、ハドソンの開発背景について、少しご紹介させていただきます。この PC エンジンが、発売された80年代末は、家庭用ゲーム市場で、任天堂の、ファミコンが圧倒的な人気を博していた頃なんだ。そして、もう一つ、急成長していたのが、アーケードゲーム業界だったんだ。当時のゲームセンターは、アクションや、シューティングゲームが、最盛期の頃でしたからね。そうだね、特に、87年前後は、名作シューティングゲームが、次々とリリースされていた頃なんだ。ということで、この頃リリースされた、名作シューティングゲームを、少しご紹介させていただくと。台頭からは、ダライアス。コナミからは、グナディウス2、ゴーファーの、野望。セガからは、ファンタジーゾーンや、アフターバーナー。東亜プランからは、究極タイガーや、飛翔ザメ、そして、達人。ナムコからは、ドラゴンスピリット。アイレムからは、イメージファイト、そして、R タイプが登場しているんだ。シューティングゲームの歴史に、刻まれることになる、そうそうたる名作揃いですね。それに、家庭用ゲームでも、ハドソンから、85年に、スターフォースや、翌年の、86年には、スターソルジャーがリリースされ、そして、キャラバン大会が、毎年開催されるなど、シューティングゲームが、大きく盛り上がっていた頃でもあるんだ。当然、ファミコン市場で、このブームの先導役だった、ハドソンは、この PC エンジンでも、シューティングゲームを盛り上げようとしていたんだ。それに、家庭用ゲーム市場では、後発参入の、PC エンジンとしては、この出荷台数を押し上げてくれるような、キラーソフトが必要だったんだ。それで、PC エンジンの、オリジナルのシューティングゲームや、大きく盛り上がっていた、アーケードゲームの移植作で、勝負しようとしていたんですね。そうなんだ。それに、当時は、ゲームセンターのタイトルを、自宅でプレイするということは、実現不可能と思われていたからね。この頃は、アーケードゲームのハードの方が、家庭用ゲーム機より、圧倒的に高性能でしたからね。しかし、87年に登場した、PC エンジンは、そのスペックの高さから、ゲームセンターのタイトルを、家庭用ゲーム機でも、再現できるかもしれないという、ポテンシャルを秘めたハードだったんだ。そこで、ハドソンは、PC エンジンなら、アーケードゲームも、シューティングゲームが遊べるぞー。ということを、アピールするために、ゲームセンターで大人気の、R タイプを、PC エンジンで、完璧に再現された作品を、リリースしようとしていたんだ。そのため、このゲームタイトルの移植は、その後のこのマシンの、命運がかかった、重要な開発だったんだ。そして、ハドソンは、開発陣の中でも、エース級の制作チームに、このゲームタイトルの移植を、任せることにしたんだ。それが、エースプログラマーである、泉さん率いる、ハドソンの精鋭部隊だったんだ。おぉ、ハドソンの、エースチームの登場。バグまで、再現した、PC エンジンの、R タイプ。こうして始まった、ハドソン開発チームによる、R タイプの制作は、このタイトルは、アーケードと全く同じプレイができるようにしてやるぞー。ということを、目標に、開発が進められることになるんだ。なぜ、制作チームは、そんなに、オリジナルと、同じプレイができることにこだわったの？それは、シューティングゲームの醍醐味である、攻略パターンの構築を、この作品でも、完璧に再現できるようにするためなんだ。シューティングゲームの、攻略パターンの構築？そう、このジャンルの魅力の一つが、ゲームの攻略パターンを、発見し、構築していくことなんだ。よく、このジャンルは、パターンゲーとも言われているものね。そうだね、ある意味、攻略パターンを作るということは、そのゲームプレイの、型を、作ることでもあるんだ。確かに、シューティングゲームでは、攻略パターンである、安全地帯の発見や、復活の構築など、型を発見することが、このジャンルの面白さでもありますからね。そうだね、アーケードゲームの、家庭用ゲーム機での移植では、ゲームセンターでの遊び方を、徹底的に再現することが、ものすごく重要なことだったんだ。それに、自宅で、アーケードゲームを、そのままプレイできるということは、PC エンジンで、発見した攻略パターンを、そのまま、ゲームセンターでも、再現して楽しめるということですよね。そうなると、アーケードゲーマーも、PC エンジンを購入するかもしれないね。そうなんだ。だから、
シューティングゲームに精通した、ハドソンのチームは、このアーケードゲームを徹底的に、再現することに、すごくこだわったんだ。さすが、ハドソン。確かに、当時、R タイプは、家庭用ゲーム機としては、セガマーク3や、携帯ゲーム機のゲームボーイ、ホビーパソコンの MSX、そして、高性能パソコンの、X68000 に、移植はされてはいましたけど、アーケードのオリジナル版を、完全に、再現できていたのは、この PC エンジンだけですからね。でも、そんな、ハドソンでも、このアーケード版の R タイプで、あえて再現しなかった部分もあったんだ。PC エンジン版の、R タイプで、再現されていないもの？そう、それは、ハングアップと、ゲームの処理落ちなんだ。ハングアップと、処理落ち？そう、まず最初の、ハングアップは、ゲームプログラムのバグや、ゲーム基盤の負荷により、ゲーム自体が、プレイできなくなってしまうため、採用しなかったんだ。それが、二つ目の、処理落ちって、何ですか？処理落ちとは、ゲーム機のハードに、負荷がかかりすぎて、ゲームの進行速度が落ちてしまう現象のことなんだ。そういえば、ゲームをプレイしていて、たまに、たくさんのキャラクターが出現してくる画面で、スロー画面になる時がありますよね。そうだね、このような現象のことを、当時の開発者は、処理落ちとか、スロー、または、V またぎと呼んでいたんだ。なぜ、こんなスロー画面になってしまうの？それは、当時のゲームは、描画と、プログラムの処理が、完全に、同期していたからなんだ。描画と、プログラムの処理が、同期されている？そう、そのため、当時、R タイプで採用されていた基板の、M72 では、16.7 ミリ秒以上、処理に時間がかかってしまうと、このハードのチップが、処理しきれなくて、画面が、ゆっくりな速度になってしまうんだ。ということで、ハドソンの開発チームのリーダーである、泉さんは、この作品では、バグまで徹底的に再現したいと、考えていたんだけれども、この処理落ちについては、オリジナルと同じように、再現するかどうか、考えあぐねていたんだ。そこで、このチームは、この作品の移植を、どこまで、再現するのかを検討するために、話し合いをすることにしたんだ。ハドソンの開発チームの、R タイプ制作の打ち合わせ。今回の、R タイプの移植では、なるべくアーケード版の作品を、徹底的に再現したいんだよ。もちろん、このタイトルも、ソースコードの解析も終わっていますし、このオリジナル版の、バグまで、全て調査済みですよ。そうだね。まあ、バグの、ハングアップは、採用しないにしても。実は、一つ、この作品で、再現しようかどうか、考えあぐねていることがあるんだ。考えあぐねていること？そう、アーケード版で発生する、スロー画面のことなんだ。例の、オリジナル版で発生する、処理落ちのことですか？そう、アーケードの、バグは、全て移植する予定ではいるんだけれども。この、スロー画面になる現象を、あえて再現すべきかは、まだ検討中なんだよ。確かに、この PC エンジンのハード性能なら、処理落ちのない作品に、仕上げられそうですからね。そう、わざと、オリジナルのように、この現象を再現してみた方がいいか、それとも。そうですね、確かに、アーケード版をそのまま徹底的に、再現してしまうなら、取り入れた方がいいかもしれませんが。うん。でも、PC エンジンの性能と、我が社の技術力なら、スロー画面にならない、R タイプを完成させることも、可能ですからね。そうなんだよ。それに、この作品を、純粋に楽しむなら、この現象がない方が、快適にプレイすることができるようになりますけどね。確かにそうだね。やっぱり、R タイプを快適に楽しめることを、優先して、処理落ちは、あえて再現しないようにしよう。わかりました。ということで、ユーザーが、楽しく R タイプをプレイできるように、スロー画面になる現象は、あえて再現しないことに決定したんだ。この、PC エンジン版の R タイプが、アーケード版よりも、滑らかに、ゲームをプレイできるのは、このマシンが、当時のゲームマシンとしては、高性能なハードだったことと、ハドソンの開発チームの、高い技術力があったからこそ、実現できたことなんですね。そして、この R タイプの成功により、これ以降、PC エンジンからは、次々と、名作アーケードゲームが移植されることになるんだ。最後に、R タイプ以降、PC エンジンに、次々と登場する、名作アーケードゲームたちを、ご紹介させていただきます。1990年に、PC エンジンから、リリースされた、アーケードゲームの移植作品は、ナムコのアクションゲームの、源平とマデン。家庭用ゲーム機への移植は不可能と、思われていた、タイトを代表する、不朽の名作、スーパーダライアス。PC エンジンのスーパーグラフィックスで、ほぼ完璧な移植を実現した、カプコンの、大魔界村。80年代後半の、ナムコを代表する、名作アクションゲームである、ワルキューレの伝説。そして、翌年の、91年に、リリースされた作品としては、コナミの、PC エンジンのサードパーティーとして、記念すべき、第一作目の作品となった、名作シューティングゲームの、
グラディウス、そして、サラマンダー。翌年の、92年に、リリースされた作品は、ドラプランの、お家芸である、ボムシューティングの名作、達人。人気タイトル、グラディウスの続編であり、シリーズ最高傑作との、呼び声も高い、グラディウス2、ゴーファーの野望。ということで、80年代のアーケードゲームの、名作タイトルが次々と、リリースされることになったんだ。やっぱり、この頃、家庭用ゲーム機でアーケードゲームを、楽しむなら、PC エンジンが、最高のプラットフォームでしたね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。